はい、どうもこんばんは。9月2日金曜日夜6時を回りました。リピートタイムです。そして今日は、なんだ、アシスタント兼ゲストで、こちらの方に来ていただいております。姉です。どうも。ぬるっと。ぬるっと。ね。いやーね、あれじゃんね、はい、今日はなんか声がいつもと若干違うような気がしないでもない、しないでもない。自然エフェクトがかかってます。ね、はい、何もしてませんよ。ちゃんと姉様ですよ。ね、声だけ聞いてる皆様はちょっとわかんないかもしれないけど。うん、ね、すべてあれ、ちょっと豚くさんが悪いんでしょ。そうなんですよ。花粉症だよ。豚目とかって豚に失礼だけど。いや、でも、あれって豚くさって名前に特に、うん、意味合いないみたいですよ。ああ、そうなんだ。別に豚が好きで食うとかないです、ないです、ないです。ないみたいな。なんかその、もともと外来種で、それが日本に来たのをそのまま和名にしたら、豚くさらしいですよ。豆知識だね。豆知識だね。賢くなったね。それ敵のことは知らないとね。そうですね。はい、はい。そんなわけでですね、はい、僕も僕で今日はなんかいろいろスケジュールパンパンで脳みそドロドロなので、はい、脳みそドロドロと鼻水ぐじゅぐじゅの人たちが今日はお届けしたいと。多分何回かちょっとジュビってやると思うんですけど、うん、ああね、はい、大丈夫です。それが許されるリピートタイム。いや本当鼻かんなりとかでいなくなっちゃうかもしれないんですけど、はい、はい、ね、FM 泉さんにお世話になっておりますよ。番組でも使っていただける。いやー素敵すぎる。すいません、ね、はい、というわけでね、はい、今日はですね、はい、ちょっといろいろ内容がとても盛りだくさんになっておりますので内臓、はい、内容はい、聞き逃さなかったで、ね、今拾っちゃうからな、はい、はいはい、1ヶ月前に行われました姉様の生誕祭をね、はい、振り返っていこうかいとなっておりますので、ね、たくさん盛りだくさんなのでもうサクサクいこうかなと思います、はいはい、というわけで、姉様どうぞいつものお願いします。あ、やべやべ、準備するのせいでした、はい、よろしく。出るかな、出るかな、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、よし、いける、はい、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近くミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜川からあたり沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならラッカーミュージックスクールの提供でお送りします。はい、というわけでさて姉様は本編で何回羽を噛むのでしょうか。はい、違う、はい、クイズです。数えてね、答え合わせないからね。はい、というわけで、はい、では一旦 CM でーす、はい。Sumimasen, Tencho, Tencho. Tencho. Hi. これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。Oh, めっちゃだけどわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでですね。はい。はい、そんな、生誕祭でございますけど、はい、早速、振り返っていこうかなと思うわけでございますけど、はい、もうね、いろいろバタバタの中、ね、やっていきましたけど、はい、どうですか、姉ちゃん的には。もう準備から当日まで結構大変だったのでしょう、はい、いや、大変でした。そうだね。まあ、その、睡眠時間のところとかも結構ガリガリ削ったので、でも今年は割と寝れましたかね。うん、どのくらい寝たの？でも寝たって言っても多分4時間ないしぐらい。おー、んー、それで結構寝た、ね、ということになる、ね、という、ね、寝た方ですね。ああ、前も言ってたんですよ、ラジオでね。あれ、ね、去年は、はい、どんくらい、ね、寝てないとかしてたんだっけか。去年はほぼ寝ないで行きました。1時間寝てないぐらい。それね、それはね、ダメだよ、それ。寝ましょう、本当にもう。で、そのまた去年は二徹してるので。いやー、もうね、意味
が分かりませんね。いやでもね、でもお姉さんも結構時間なかったんじゃないですか。いやいや俺も俺でね、もうギリギリまで、もうあの音源、その使う音源とかも当日の朝になんか結局やることになり、前日がロックバンドだったものでね、そうですよね、とかなんとかやったら、その音源がなんか、あれなんかこの辺がちょっとファイルに欠落がとかってなんか、現場に入ってからまた松島のスタジオに1時間かけて戻って仕上げてまたとかいうこともやりつつ、いやバタバタでしたけど、まあね、皆さん楽しんでいただけたからよかったかな。いやもう本当に時間も押し押しでしたし、でもそれでもこう皆さんのご協力があって、スペースゼロさんにもだいぶね、こういろいろ優遇というか融通聞かせていただいたりとか、アイゼさんには、ね、2往復していただいたりとか、音響の部分でちょっと時間を押してしまったので、演者さんとかにも時間をちょっと削ってもらったりとかで、関係者各位様本当にありがとうございました。本当に助かりました。ちょっとね、じゃあそんなこんなの振り返りをね、頭からやっていこうと思います。はい、まず一発目のレジスター、いやぶち上がりましたね。ね、一発目としていい曲じゃないですか。いい曲です、あとちょっと喉のことを考えて、あんまりこうね、エグゾとか言わないようにしようっていう話を事前にいろんな人にしてたのに、まあ初回からでも叫ぶエグゾって映像見たらがっつり叫んでますね。いきなりゴイゴイ言ってましたからね。もうやっぱね、ライブってそんなもんですよね。アドレナリンがかっちゃうみたいな。でですね、今回ゆかちゃんにエレキギターをね、サポートに入っていただいて、っていう形だったんですけど、いやもうゆかちゃんと実はステージに上がるのが本当に何年ぶりとかのタイの久々具合で、もうゆかちゃん生き生きしてギター弾いてました。あ、ね、楽しかったね。楽しそうでした。なんかその写真をね、今回撮っていただいて、その写真の中でもすごく生き生きした表情が残ってるので、はい、よかったら私のツイッターあさって見てみてください。はい。はい、で次が、あれですね、2部ちょっと歌方花火を歌わせていただいたんですけど、まあすごい伸び伸び歌いました、歌方花火。はい、今回ちょっとなんて言うんですかね、アコースティックの後に歌わせていただいたんですけど、すんごい伸び伸び歌いました。楽しかったです。なんかもう歌詞もすごく花火ということでね、夏っぽくてすごくなんだろう、気持ちも乗って歌いましたし、楽しかったです。あれはね、よかった。その頃に俺なんとか戻ってこれた、あ、本当ですか。そうです、なんかでも本番の方が割とやっぱうまく歌えたなっていう感じはありました。やっぱね、ご、ファンの方がいらっしゃる方がちょっと伸び伸びできるというか、っていうところはあります。はい。で、あとしんどかったのが、ファンの皆さんもそうだと思うんですけど、ナイトメドレーを踊り切るっていうところで、結構そこの練習に時間を費やしたので、そこの部分が結構しんどかったです。大変な曲、大変でした、ね、こちらはそのアイジュさんに依頼をさせていただいて、 あれね、つないでですね、そうです、ありがとうございました。これとこれとこれでやってって感じで、すごい雑に投げたのがあんなかっこいい感じになって帰ってきました。まあよかったよかった、そうなんです。で、ナイトメドレーがですね、当日足絶対つらないぞっていうのと、体力キープするぞっていうところで練習しんどかったんですけど、当日はもうめちゃめちゃ楽しく踊れました。はい、ただコールが曲すごくね、入るので、オタクのファンの皆さんもうすごく喉しんどかったと思いますし、私も6分間6分後半台ですかね、踊り切るっていうところで、お互い頑張りましたねっていうところでの喝采になります。みんなで頑張った曲だね。みんなで頑張った曲、総括、よく頑張りましたっていうところですね。で、休憩明けて、真ん中でコスプレをね、皆さんにしていただいて、休憩明け、ステージの上から見る景色はね、びっくりしました。見ました？だっていやね、なんかすごかったね。すごかったです。プーシャンとか、とか、あと映画泥棒とか、すごかったです。もうなんか1曲目かっこいい曲選んでたんですね。クレイジービートっていうすごい、どっちかというと EDM 系の、かっこいいダンスサウンドを選んでたんですけど、まあ何も入ってこない、もう何も入ってこない。いやー確かにね、あれはね、プーさんとかすごかったな。いやーすごかったですね、高まってくれてましたね、プーさんも、全身タイツのプーさん体だけガリガリのプーさんでしょ。そうなんですよ。
申し訳程度に頭にモフモフかぶせてるみたいな。それだって言われなきゃ分かんないよね。分かんないですね、うん、面白かったです、はい、素敵なファンの皆様でね、本当です、はい、笑いのツボもちゃんと心入れますから、うんうん、はい、であとはあの印象に残ってるのが、二村と心拍数がすごくあの印象に残ってました、うん、あのピアノとあのやらせていただいてあのすごくアコースティックな曲で、はいはい、歌詞にありがとうっていうところが入ってて、うん、私ありがとうって言葉すっごい大好きで、うん、あのごめんなさいよりありがとうっていう感じで感謝の気持ちを常日頃からあの持つっていうのと、ごめんなさいよぐらいだったらありがとうってたくさん言っていきたいっていうのがやっぱ自分の人生のテーマみたいなところがあって、うん、はい、で、それもあってあの落ち着きのところで、うん、ただ生きていることにありがとうっていう歌詞があって、うん、そこの歌詞だけは本当に大切にしようっていうところで、うん、あの今回歌わせていただきました、うん、伝わってたら嬉しいなと思います、うん、ね、はい、うん、やっぱこの自分もこう高まっちゃってこう泣いちゃいそうになったりとか、うん、よくあるじゃないですか。ステージ上とかだと、うん、次にちょっとあのフィナーレの曲が控えてたので、ここで泣くわけにはいかないと思って、うん、ぐっとこらえて、うん、次に踊ったハイランドシーク、うん、まあ泣きました。あ、まあね、そこまで耐えたからね。そうです、ちげえし、あの散乱しただけだしつって、おちげえし、これちげえからつって。散乱ね、散乱だしって。そうだね。そうです、そうです。海の曲で、海の曲違いますね。海の曲じゃないですけど。海ガメ、海ガメ、海ガメの散乱シーンですつって。そうなんですけど、そう、姉の貴重な散乱シーンなんですけど、これはハイランドシークは、うん、あの今回ちょっと踊り直してる曲っていうところもあって、あの今回 DVD で付けさせていただいた中でも2019年バージョンということで踊らせていただいたというところにもなりまして、でこちらのきっかけになったのが、あのファン投票で今回ハイランドシーク1位になりまして、それでちょっとあの踊り直させていただいたっていうのと、あの今回フィナーレの曲本当は別に選んでたんですけど、別の曲を準備したんですけど、やっぱりちょっと皆さんの気持ちに応えたいというところでハイランドシークを踊らせていただきました、はい、で1回目も踊らせていただいた曲なんですけど、うん、まあ1回目と同じところで泣きますよね、うん、あ、なるほどね。まあそうそうね、うん、なんかその歌詞とかもそうですし、うん、あの私のファンの方ってあのちゃんと感想をくれるんですみんな、なのでそこのその感想の部分とかをなんでこれを1に選んだかとかっていうのもちゃんと理由を添えてくれるので、まあそういうところの気持ちとかもすっごい入ってきちゃって、はぁ、あ、私、成長できたかなとか、なんかいろんな思うことがあって、うん、まあそれでちょっとね、あの、感極まってしまいました。うん、はい。でですね、一番最後が、うん、お願いダーリンを、あの、踊らせていただきました。はい。これはね、あの、普通の方だと、あの、ごめんなさいってこう手振りなんですけど、うん、手でやるんですけど、うん、なぜか私の現場は土下座をするっていう。いやーね、あれがね、だからあれですよ、はい、あのスペースゼロの方々が夏の風物詩って言ってらっしゃった。そうです、そうです、そうです。いやー、なかなかね。そうです、そうです、そうです。すごいよね。あの後ろからこう撮ってるビデオで見ると一瞬なんかあのお客さんがあれいなくなったと思った下の方にいるんでしょ。あれ、ノーゲスみたいな、うん、そんなバカなって感じなんですけど、あのね、うん、視界から消えただけです。はい。いやーね、はい、はい、そういう、すごい、すごい光景ですよ、いろいろと、ね。いやー、もう本当にあのね、うん、夏の風物詩みたいなので、来年もやっていけるように頑張っていこうと思います。はい。はい、ということで、ぜひあの、まだ見たことない方はですね、あの、はい、来年もあると思うので、見てみてください。すごいから。お待ちしてます。はい。ね、はい、はい、というわけで生誕祭やってまいりましたけど、そんな生誕祭にですね、はい、あのまあ来てくれたあの皆様からいろいろあのお便りがね、はい、はい、来ておるので、はい、まあ多分全部いけないと思うんですけど、そうですね、はい、はい、行きましょうかね、はい、ではまず一つ目いきましょう、はい、生誕お疲れ様でした。お疲れ様でした。配信でも言ってましたが、姉ちゃんが踊るときに意識してる自分は体が小さいから、大きく見せようというのがまじまじと伝わってきました、それと一言の、フレーズ動作一つ一つ全てに気持ちが入ってるのが伝わってきて、失礼ですけど、半ばノリみたいな感じで救急飛び参加する形で今回初めて参戦させていただきました、はい、できるだけ多くの人に来ていただきたいというのも何度も伝えてましたし、普段、おちゃらけてる姉ちゃんが今回の生誕にかける思いが相当強いものだというのを伝えていただきました。
生誕大成功に終わって僕自身もほっとしています。まあ、ゆっくり休んでください。改めて生誕お疲れ様でした、ということでトロビンチョウさんからです。はい、ありがとうございます。いやもうね、はい、本当にその通りですその通りです、うんうん、結構その配信をね、以前からこのラジオでも何回かお話しさせていただいてるんですけど、配信を、まあ、ほぼほぼ毎日やってるんですけど、うん、やっぱその時とライブの時のこうギャップをすごく褒めてくださる方が多くて、まあ、そこの部分は今後もちょっと頑張っていこうかなと思っております、うん、なるほどね、はい、ギャップ大事ね。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。じゃあこっち行こうかな。全部の姉を愛しているよ、はい、役があります、カッコで役中があります、本当に毎年姉様見れて嬉しいです。ありがとうございます。大好きです、はい、キレッキレなのに思わせぶりないエブリないい女で、はい、ステージ上がらないでください。半袖で死にますありがとうございます、毎年、着実にいろんなことに挑戦してるとこう、うん、本当尊敬してます、はい、大好きです、ありがとうございます。ここまでが役、ああそういうこと、あこのこれを全部の姉を愛してるように集約されるわけね。なるほどね。はい、というわけで、はやと小林ちゃんかな。はい、ありがとうございます、はい、ね、この子女の子なんですけど、うん、ずっとライブ来てくれてる子なんですよ。おー、まあ、昔からずっと来てくれてる子で、あ、なるほどね、うん、そうです、もうなんていうんですかね、いつもいつも夢中に、ね、なってくれてありがとうっていつも思ってます。うーん、なるほどね、いやそういうね、長いファンはありがたいですね。ありがたいです、うん、でももちろんね、新規さんがもういらっしゃるから、うんうん、ね、昔から応援してくれる方がいらっしゃるから、うんうん、私活動できてるので、うん、はい、どちらもありがとうでございます。はい、はい、ということでありがとうございます。はい、はい、じゃあその次行きましょう。はい、はい、生誕祭は、初参加でしたが、はい、ゲスト様を含め会場全体で盛り上げようとする温かい空気が印象的でした、うん、それはさておき、はい、さておき、これか、スープスカレーさくらさんに行ってきましたよおほ、これからは仙台に行くたびに通いたいと思います。お、ありがとうございます。ぜひぜひ。つきましては、姉様ピンの番組の、スポンサーもよろしくお願いいたします。はい、パチパンチさん、パチパンチさんからございます。あー、パチパンチさん、あーと、これは なんだろうな、姉様がピンでなんか持つようになったらスポンサーやってくださいよという、はい、スープカレーさくらさんに対してのメッセージも入ってるわけですからね私へのメッセージじゃない。なるほど、北さん聞いていただいておりますでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何卒。ね、いやでもなんか、結構いろんな人がさくらに行ってたんでしょ。行きました、ね、そうです、私のファンの方多分、うん、十何人ぐらいは多分行ってくれたんじゃないかなっていう体感ぐらいですね。なるほど、あれ、ね、この方も行ってる、この方も行ってるっていう感じで、うんうんうん、行って、あ、みんな何ツイートとかしてる。してます、してます、してます、うん、ちゃんと私にリプライで送ってきたかと思います。あ、はい、あ、なんかメニューが載ってるのもあった ね、ありました、うん、これ食べたよとか、うんうん、そう、なんか店長店長って書いて、うん、載せてたりとかなんか結構見ますよ、その、カレーとかスープカレーとかをこう、うん、さくらさんじゃないところとかでも、うん、ご飯とか食べてる、うん、写真と一緒に店長店長って私のファンの方最近読されて書いてます。CM のやつね。そうですね、そうです、この後多分入ると思うんですけど入るな、はあ、はい、ね、はい、はい、というわけでね、はい、ありがとうございます、ございました。さあ、もうちょこっといけなくはないかな、はい、じゃあこれいきましょうか、はい、こんばんは、こんばんは、はい、センター生誕の感想箇条書きでね、はい、いきなり、レジスターから始まりテンションぶち上がり、はい、踊りがさらにお上手に、かっこ足がたくましく、はい、たくましく、はい、なってた、あ、なってました、はい、ビンタされなくて少し寂しい、ん、そして姉ママさんが可愛かった。お前らは何してんだよ働いて配信しながらワンマンまで成功されています、はい、姉さん素敵ですね、はい、今度焼きそばパン差し入れしますということでウブさんです。焼きそばパンはいらねえ。いや、この方本当に持ってくるんですよ、焼きそばパン。おその男の勲章を、
踊った時から、うんうんうん、あの焼きそばパンを差し入れしてくるようになりまして、焼きそばパン持ってこいよって感じで。いや、あのね、あの面白かったのが、あの、うん、うちのママ、うん、あめちゃめちゃ絡まれてたみたいで、なんか誰々です誰々ですってみんな紹介してくれたんだよってうちのママ言ってて、あ、そうなのって言っていや、もう話聞いてったらなかなか私の、あの、うん、よくね来てていただいてるお宅の名前がポンポン出てくる出てくる、うんうんうん、ママめっちゃ絡まれとるやんってだって、あれだよね、なんかあの、はい、MC で呼ばれてたよね、ママね、はい、あの呼んじゃいました、ね、ママって、うん、なんだろう、もうママ目立ちたくないんだからって言ってました嘘つけと思って嘘つけって思ってました、はい、いやでもあの、ね、先ほどの、あれにもありましたけど、本当にあの私のファンの方って温かい空間をすごく作ってくれるんですよね、うんうん、だからそのファンの方も含めてやっぱライブだと思ってるので、よくその関係者の方とかにもあの褒めていただけることが多いんです。私のファンの方面白いねとか、あのいいファン持ってるねとか、あとはそのやっぱしてくれることがあのすごくたくさんあるので、私のためにすごくしてくれたことがたくさんあるので、やっぱそういうところも私誇りだと思ってます。ね、はい、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうちょいギリギリいけるかな。よし、はい、行っちゃおう。行きましょう。はい、生誕祭では、踊りに、はい、歌に、笑いに、笑いにといろいろな姉さんの顔を見ることができて本当に参戦してよかったと思いました。はい、ありがとうございます。生で踊っている姿を見て惚れ惚れしたのもいい思いで、はい、みんなを笑顔にするために常に、努力を怠らない姉さんの姿に勇気と元気をもらっています、はい、これからも、いろいろな考え方をしていくであろう姉さんを応援していきたい所存なのでよろしくお願いします、はい、メス顔にさせてね、はい、姉さんもあの誰か分かった、はい、ゆきかぜさんゆきさんありがとう、メス顔にさせてね、メス顔なんですよ、うん、あの、うん、単純なことなんですけど、うん、あのレスすると、うん、あのちゃんとメス顔してくれるんですよ、ね、メスの顔してくれるんですよ可愛いんですよ、うん、そうだからこうメス顔って呼んでます、ね、はい、そうですそうです、はい、ありがとうございま す、うん、ね、新米奴隷らしいのでなるほどね、どうしてそうなっちゃうのかなみんなな、うん、ブレないな、ね、ブレないですね、それは土下座です、それは土下座です、仕方がない、夏の風物詩でやりてもしょうがないですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ギリもう一個短いのだけ最後、はい、はい、姉さんの生態に、生誕に行くたび、はい、姉さんがみんなを好きでいてくれているのが分かるし、うん、何より、はい、自分が姉さんのことを毎年推していて、はい、よかったと思える素敵な空間だなと、何よりもライブの姉さんが一番輝いていて大好きなんですということで、はい、アホさんからでした、ありがとうございます、本当にねこう言っていただけると頑張れます、はい、うん、なんかラブレターでしたねやっぱりみんなからのラブレターでした、感想っていうよりかは、はい、本当にありがとうございます、これからもよろしくお願いします、はい、というかで、まあ、もっとね、なんつうか来てたんですけど、ちょっと時間がぼちぼちあるのでね、はい、うん、はい、というわけでじゃあちょっと一旦この辺で CM を挟んでおきたいと思います、はい、CM でーす、はい、シュメムさん、店長、店長、はーい、これ9.5カラーで頼んだんですけど10カラーじゃないですか、え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください、あ、すいません、すぐ作り直します、おお、見てだけでわかるんですか、はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください、はい、いらっしゃいませ、はい、というわけでね、振り返ってまいりました、はい、姉様生誕祭でございますけどね、ありがとうございました、ね、いや本当にあの皆様に、ね、楽しんでいただけてよかったですよね、はい、本当に良かったです、うん、ね、はい、ということでですね、来年は、これを上回る盛大な土下座が見える、はい、間違いない
ね、やっぱり土下座なんですね。いや風物詩ですからね、うん、なんかもうそんな風にね、うん、言っていただけるようになっちゃったんだなと思ってなっちゃったっていうか、ね、なっちゃいましたね。すごい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 、はい、はい、というわけで姉ちゃん来年の生誕祭、はい、果たして何時間寝れるのだろうか。いや、うん、毎年伸ばしていくスタイルで初めゼロからスタートで、ね、そうだね。よしじゃあ、はい、5時間目標5、6時間ぐらいかな。 そうですね、やっぱほら、うん、ゼロほど怖いものはないっていうし、あ、ね、戻らないようにします。いやでもそれな、あれちゃんがこの何時間って言ったら信じるしかねえからな、はい、うん、うん、そうなんですよ誰も分かんないからさ、うんうん、そうなんですよ、ね、でも大体顔に書いてあります。ああなるほど、そうか、あのきっとそうだね、ファンの皆様それ見て分かるんだろうね、はい、あよく言われます、え、ね、今日寝た、寝てませんって顔に書いてあるよって言われます。なるほどね、はい、はい、というわけでね、はい、ぜひ、来年、まあ、今後の姉様、来年の生誕、皆様、はい、どうぞお楽しみに、はい、ね、よろしくお願いいたします。ございます、はい、はい、ライブといえば、まあ、あのね、そう今ちょっとね、あの毎週ちょっとだけ言ってこうキャンペーン中なので一瞬ですけどね、あの来月の18日に半年ぶりに、私の本業、はい、今コンタドールアイゼンのですね、はい、仙台公演がございます。はい、マカナでですね、結構たっぷりめにやります。はい、はい、それであのもしかしたらヒーローのイングリッシュバージョンをやるかもしれない、かもしれない、かもしれない、間に合えばかもしれない、うん、はい、あの当然あの生バンドでやりますから、はい、あのクソ難しい曲をですね、いやあれをやあれを本気でやればやれるメンツなんですよ。あ、はい、いやでもすごいですよね、もうまずそこがすごいですもん、だって そ, うなんでそういうね、あの人たちでですね、はい、もうなんかね、ちょっとあれちゃんのライブとはまたちょっと違った感じでこう、うん、なんかね、壮大な映画を見たような気分になれるライブです、うん、はい、よかったら遊びに来てちょうだいね、はい、上新島かなです、はい、はい、というわけでね、今週はね、はい、姉様来ていただきました、はい、ありがとうございました、ね、はい、来週以降また、アシスタントでこき使っていこうと思いますこき使われます、はい、というわけで、はい、アシスタント業よろしくお願いします。はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近くミシュランガイドにも載っているメンハウスコモレビ、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、というわけでね、若干鼻声マシになってきたような気がしないでもない。わかります、それ、ね、あとね、うん、噛んでないの。あー、どういうことだろうかな。はい、というわけでそんな、はい、今日は脳みそドロドロと、はい、鼻水の人たちでお送りいたしました、ね、姉様でした。はい、ありがとうございました。はい、来週もまた聞いていただけたらなと思います、はい、それでは皆様、よい週末お過ごしください。また来週、バイバイ、バイバイ。